ドリームチェイサーです。今回はこちら、妖怪アーク3、シャドウサイド妖怪再び、こちらを開封していきたいと思います。はい、今回も5箱ゲットしてきました。こちら、妖怪ウォッチ4のゲームやアプリなどと連動して、いろんなアイテムや妖怪がゲットできたりするでしょうか。はい、今回も楽しみに見ていきたいと思います。はい、今回は、妖怪アーク全20種プラスシークレット2種類となっています。超激レア妖怪アーク3種、激レア妖怪アーク4種、レア妖怪アーク8種、ノーマル妖怪アーク5種ですね。はい、ブシニャンとライちゃん、フーちゃんかなが超激レアになるみたいで、このアークは光る仕様になっています。はい。妖怪ウォッチエルダはバージョン3以上でないと反応しないのでご注意ください。はい。バージョン K の、ケイトのバージョンを入手している人はそのままで大丈夫です。それ以外の以前から持っている方は更新作業をしてあげてください。はい。では、箱の丸かぶりもあるので、ちょっと様子見なんですが、とりあえず2箱、今回は開けていこうと思います。後半3箱も出来上がり次第すぐアップするので、楽しみにしていてください。はい。では、早速1箱目開けていきましょう。はい。ワールドオフィーフェアでも限定のアークが発売されますね。そちらもゲットしたら紹介していきたいと思います。はい。妖怪アーク3のパッケージはこんな感じ。ボックスのパッケージとほぼ変わりはないですね。ちょっとこれが、大きくされたような感じの表紙になっています。はい。じゃあ、どんどん開けていきましょう。はい、では行きまーす。1個目。何が出るかな？せーの！じゃん！お！牛鬼が来ました。はい。牛の鬼ですね。二つ目。何かな？二つ目は、せーの、でーじゃん！あー！ぬっぺふほふだ。なんか気持ち悪い顔だけのお化けがいるんだよって子供が教えてくれました。ぬっぺふほふ。言いづら。はい、三つ目。もうゲームでね、すでに合ってる子もいるんじゃないかな。いろんなキャラクター。三つ目は、せーの、じゃん！あ、ライちゃん来たー！やったー！ライちゃん、雷神になりまーす！はい、光るところありますね。やったね。一個目ゲット。はい、雷神、風神揃えたいので、これは出てきてほしい。はい、四つ目いきます。せーの、じゃん！はい、ごめんだこ。めちゃくちゃ謝るやつらしいです。はい、5つ目いきます。5つ目は何かな？おー、土雲だー！これは嬉しい！土雲。はい、大釜もいるみたいですね。ここはセットです。欲しいなー。はい、続いて何が出るかな？お、これは雲外鏡？あ、雲外鏡です。雲外鏡がちょっと、シャドウサイドっぽい感じ。はい、雲外鏡。こんな感じでちょいちょい入ってくるのかな？はい、続いて何が出るかな？あ、ハリー、かわいい！はい、ハリーはこんな感じ。あ、これとこれは銀色のアークですね。はい、続いて何が出るかな？いきます。せーの、じゃん！あ、2本目、牛鬼。ここで被るとは思っていなかったが、大丈夫かな？いきます。せーの、じゃん！ヒノシンが来たー！やったー！しかもこれ多分普通じゃないやつ。はぐれ的な？はぐれじゃないや。絵柄違い的なやつ。じゃないでしょうか。逃げてる。すごい仕事してますね。はい。ラースト。一箱目ラストは何が出るかな？じゃん！晴れ女です！かわいい！
すごい可愛い。雨女は結構じっとりなんですが、まあでも美人さんな感じですね。はい。ということで、一箱目終わりました。はい。一個しか被らなかったので、悪くない方かな。超激レアも出ましたし、個人的には結構いい箱だったような気がします。では続いて二箱目開けていきます。はい、今度は下から開けよう。いきます。一個目は誰かな？じゃん！武士にゃんだ！やったね！武士にゃん一番上に入ってた。後ろは武士にゃん&ロボにゃん F 型。これはいい！やったね！はい、この二箱はかなり良い二箱でした。続いて何かな？お！カンタロウかな？カンタロウが来ました。自販機になるの、なるほど。はい、続いて三つ目何かな？せーの、じゃん。あ、土蜘蛛。あ、土蜘蛛、これは絵柄違いのものだったんですね。もともと普通はこちらの色なんだ。はい、ということで土蜘蛛2種類ゲットしちゃいました。今回のシークレットは何なんでしょうね。いきます、せーの、じゃん。はい、ナルカマが来ました。これ可愛いですね。続いては何かな、この色なーに、だーれ、大釜。これももしかしてもともとはこっちの色でっていう感じのタイプかな。はい、大釜グリーンのアクリゲットです。お、今回すごい力入ってない？いいんですけど。はい。キュンシー！はい、キュンシー、ズッキュンシーになります。やばい、これは本当に可愛い。今回、結構どれもツボなんですよね。はい、続いては、誰かな？じゃん！ハリーでした。ハリーは結構癒すキャラかな。もうなんか、コマさん的な、なんか雰囲気で何個出てもなんか嫌じゃないですね。はい、続いて何かな。おー、ウリ棒だ。ウリ棒が出ました。これはなんて読むんだろう。これちょっとわかんないですね。入れてみないと。イザサオかな、なんだろう、ウリ棒。はい、2箱目残り2つになりました。続いては誰かな、せーの、じゃん。ごめんだこ。はい、ラスト何かな、せーの、じゃん。ブリー隊長でした。ブリー隊長。はい、ということでうまいことかぶんない感じで出てきたので、今回はこちら2箱の音声を聞いていこうと思います。はい、サーチモードでサーチをすると、こんな感じで読み込む前にはこのアークの名前だけが流れますが、友達になった後だと友達っていう音声の後にこんな感じで名前が入ります。はい、そちらは最後に確認しましょう。この友達っていう風になるような状態でゲームの方で読み込むとさらにアイテムがたくさんもらえるので、ぜひぜひ友達になってから読み込みしてあげてください。では行きましょう。この晴れ女から、晴れ女。はい、ワンちゃん。
なるかまじゃなかった。なりがまだった。なりがまね。鈴みたいな感じ。はい。シャドウ。はい、ワンちゃん。そうか、ワンチャンが流れるタイプと、シャドウのタイプがあるんだ。なるほど、なるほど。これはシャドウサイドの音声が流れますよね。で、こっちはワンチャン。じゃあ、それぞれ聞いてみないとちょっとわかんないですね。キュンシーいきます。かわいすぎる。ズッキュンシーも何気にハート散りばめられてますね。髪飾りもですし、ほっぺにもちゃんとブルーですけど、ハートが描かれています。で、ハートの矢が、ハートに矢が刺さってる感じ？すごーい、これ好き。ハリーいきます。はい、ハリーすごい響きが良かったですね。ではここでウリボーいきます。はい、ウリボーのシャドウサイドが聞きたい。あ、ワンちゃんだ。
イノササオウでした。なるほど、イノササオウって読むんだ。はい、ウリボー。ではヒノシンも聞いていきましょう。欲しかった。はい、ワンちゃん。日の神。はい、では続いて雲外峡。音声入ってて嬉しいです。こちらには音声入ってないですね。もう一枚の土蜘蛛も音声聞いていきましょう。違うんですね。はい、音声が違うということはシークレットの可能性もあるかな。はい、では大釜も聞いていきましょう。大釜変化の術でした。
い体調。こんちゃん。かっこいいですね。音声が何か一つ欲しかったけど。はい、では今回ラストのブシニャンいきます。これは本当嬉しい。レジェンド音声だった。すごくいい。これは嬉しい。カツオ節切りが聞けました。やったね。はい、では友達になった証拠。ブシニャン&ロボニャン F 型。はい、こんな感じで、キャラクターの名前の前に友達っていう音声が入ります。綺麗な声で入ってますよね。ライちゃんもやってみようかな。あ、ライジンの方で入ってた。はい、こんな感じになります。はい、ということで今回妖怪アーク K3 シャドウサイド妖怪再び、こちらを2箱開封してみました。この2箱はかなり当たりの箱でしたね。はい、とってもラッキーだったと思います。次回は残り3箱を開封していきます。コンプリートできるかどうか楽しみに見ていてくれたら嬉しいです。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。